どうも、ビッグマチャンネルです。始まりました。はい。もうじゃあランキング行きましょう。そうですね。ちょっとだけ説明させていただきますと。はい。キックボクシングには統一した協会がないので。はい。谷山俊樹がですね、プロの目線で勝手にランキングと。はい。よろしくお願いします。はい。すいません。権威はないんですけど、よろしくお願いします。はい。はい。それで、ですね、まあ、過去2回もやったんですけども、はい。ランキング制定のルールですね。はい。まずですね、現役のキックボクサー。はい。はい。今活躍中の方ですね。はい。はい、で、もう一つが、まあ、対戦をしたとしたルールの方がですね、はい。まあ、皆さんが認識しているところで言うと、ザ・マッチのルール。そうですね。はい。はい、いわゆる、肘なしのキックボクシングルールです、ね。そうですね。はい。もう、ビッグバンルールってことですね。ビッグバンルールでもあります。はい。世界標準。そうですね。はい。で、もう一つが、基本的に例外はありますが、日本国内で、試合をしたことがある選手。日本で活躍したことなくてもいいっていうので、本当タイの選手がいっぱい入っちゃう。はい。経験があります。そうですね。基本的に日本で日本大会に出たことある選手。はい、よろしくお願いします。で、はい、今回は、60キロで想定して。はい。はい、60以下ですね。60キロ以下。はい。で、やっていこうと思うんですけども、じゃあもう早速じゃあ5位から。そうですね。じゃあ5位から、行かせていただきます。はい。5位は、安本春人選手です。はい。なんか新しい名前で出てきました。そうですね。今回初のランキング入りということなんですけど。その理由は？はい。やっぱノックアウトの元チャンピオンということで。うん、で、今、戦績がですね、26勝1敗2分けということで。強いね。めちゃめちゃ強いし、まだ22歳。めちゃめちゃ若いです。なんかまだ知られてないなと思ったらやっぱ若いんだね。若いです。で、この前、ライズでも圧勝してるんですよ。ライズのランカーの選手。なんでもう、この選手は、ぶっちゃけ、シュンタさんともやってるんですよ、3年前に。はいはいはい。で、その時もシュンタさんを一方的に倒して最後 KO して。いや、そうですね、19歳とそのぐらいの声。そうそうそう。それはすごいね。やばいっす。もう、なんで、シュンタさんが日本人選手にあんなに一方的にやられた試合、僕も初めて見たんで。いや、安本選手すげえなと思いましたね、正直。うん。なんで、もうちょっと、負ける姿が今、本当は想像つかない選手なんで。はい。もうこれからなんかガンガンもういっちゃいそうですね。もう伸びる選手と、ね、うん。なんかもう今、ライスのまずベルトを取ろうとしてるんで、うん、なんか本当に、うん、もう期待しかないですね。わかりました。はい。じゃあ次4位行きましょうか。4位は、この間の K1 で準優勝だった、朝久弘隆選手です。やっぱ朝久選手入ってきますよね。そうですね。朝久選手は本当にこの前決勝でレオナ選手と負けるまでは、それまでずっと圧勝してたんですよ。うん、もう村越選手を1ラウンド KO したり、もうトーナメントでも1回戦2回戦、もう余裕で1ラウンド KO 勝ちしてたんで。うん。でもレオナ選手とも僕は朝久選手が勝利を予想してたじゃないですか。だからそれぐらいもう期待感しかない選手だったんで。でもやっぱこの前、やっぱレオナ選手に、うん。距離とか技術の差で、まあちょっと完封されたんで。うん、まあそういう意味ではまだ4位なんですけど、逆に言えばこれから阿部を修正してレオナ選手にまた勝てるぐらいの実力になってくるんじゃないかなと、うん、もう期待感しかないです。これからもうあの負けを払拭してまた、うん、上がっていく選手じゃないかなと。はい。もう K1 の次の世界チャンピオンに一番近い選手ですよね。はい。わかりました。じゃあ次の3位に行きます。3位は現 K1 60キロ級チャンピオンのレオナ・ペタス選手です。まあやっぱレオナさんですよね。そうですね。もうやっぱこの前のトーナメントはまさに、はい、はい。もう印象的ですよね。もうレオナ選手の強さは言うまでもなく、あのリーチの長さで、あのフットワークの軽さですよね。あと距離が上手いから、相手が距離に入ってきても、うん、うまく避け、もうなんていうか距離を外して自分の距離で打ち込む、あの右ストレート。はい、まあ、タケル選手がね、まあ今ちょっと長期休養中ということですけど、そうですね。うん、まあその間をね、あの、守ってくれる人というか。そうですね。レオナ選手、やっぱり今、知名度もどんどん上がってきてるし、はい、うん、まさにこれから K1を背負って、他団体の選手をまた倒していくような選手になるんじゃないですかね。うん、はい。わかりました。じゃあ、2位の問題に行きましょうか。2位はですね、タケル選手です。やっぱり、タケル選手は、やっぱレオナ選手と直接対決もして、あんだけの圧勝してるんで。勝ってますからね。はい。うん、もう、やっぱタケル選手は、2位に入れさせていただきます。はい。まあまあ、これは納得のところです。そうですね。まあ次、これからまたどうなっていくか、ちょっとタケル選手めっちゃ楽しみですよね。うん、多分みんなもタケル選手がこれからどういう活躍を見せていくか、めちゃめちゃ楽しみにしてると思うんですけど、うん。ちょっとそもそも、どうなんでしょうね。キックボクサーとして復帰するのか、なんかちょっと MMA の方もね、うん、名前を出したりとか本人もしてるみたいですね。そうですね。うん。
今後キックボクシングランキングに入ってくるのかどうかちょっと分からなくなってきますね。そうですね。でもやっぱ武尊選手をキックボクシングルールでやりたいんだったら、まあ、これから言う1位の選手としかやっぱ試合は多分武尊選手もやりたくないと思うんですよ。はい、まあ、本当にこれからちょっと東方は注目です。はい、わかりました。じゃあもう1位の選手に伺いましょうか。1位はロッタン選手です。まあこういうことですよね。はい、もう武尊選手もですねロッタン選手とならやりたいという話言ってる、ね、うん、キックボクシングでは、うん、はい、もうそれ以外逆に武尊選手はもうあのメリットないと思ってると思うんで、モチベーションも上がんないと思うんで。そこなんです。僕もちょっと心配してるのが、はい、そのね天心さんがもうねボクシング界に行ってしまった以上もう二度と開催できないじゃないですか、はい、そうですね、はい、そうすると武尊さんのモチベーションが上がる相手って、はい、もう今名前出されたロッタン選手しかもういない。そうなんですよ、うん、もうロッタン選手はやっぱワンの世界チャンピオンで、うん、やっぱりめちゃめちゃ世界的に言ったらロッタン選手もしかしたら武尊選手よりも名前はあると思うんで、うんうん、もうロッタン選手以外やったらモチベーション上がんないんじゃないですかね、うん、やっぱり格闘家ってモチベーションが一番大事なんですよ。そうですよね、モチベーションが全てなんで、モチベーションないと逆に足元すくわれる可能性も全然あるんで格闘家は、うん、だからやっぱこの対決はぜひ見たいですよね。はい、ロッタン選手と。でロッタ選手はまだ25歳で若いんで、若いですね。でやっぱ戦績なんか見たら300戦以上してますからね。もうあの非公式の試合も入れたらちっちゃい頃からもう500戦以上してる、うん、ロッタン選手はもう100戦錬磨どころじゃない、500戦錬磨500戦錬磨とか。はい、そのロッタン選手も那須川天心さんとね対戦したことで日本でもこうすごい知られてる。そうですね、やっぱ天心が一番苦しいんだ試合です。明らかにそうでしたね。はい、もうロッタン選手は勝ってるって言ってた方もいっぱいいたんで、うんうんうん、もう本当に世界最強まさにそんな一人ですよねロッタン選手は。わかりました。じゃあちょっとですね、今回も番外編一人お伺いしたいんですよ。はい、はい、はい、まあ皆さんザマッチ当然ねこの動画見てる人なんでザマッチご覧になったと思うんですけど、そうですね、はい、レオナペタスさんに勝利した中村選手、そうですね、扱いはどうなのっていう、はい、疑問が当然出てくると思うんです。そうですね、その辺どうでしょう。中村選手は正直60キロ以下の選手はないんですよ。やっぱり62キロとか63キロで普段試合してるんで、ちょっと上なんだ。そうです。だから中村選手はランキングで入れるんだったら65キロ以下に入れさせていただいてますね。あ、でも65にしちゃうとね、はい、62とか3がベストの人にとってちょっと重くなっちゃうよ今度はね。まあそうですね、そう難しいところがあるんだ、はい、中村選手とか例えばヤーマン選手とかそういう選手はやっぱ65以下の枠で入れさせていただいてますね。わかりました。はい、皆さんもなんでこの選手谷山俊樹入れてないんだよとかあったらぜひコメントください。僕は全部返信させていただきますんで、はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。